今週も始まりました。お役立ち情報からためになる情報まで、東急グループのさまざまな情報をお届けするウィークリートーク、ご案内させていただきます坂本ひろ子です。早速今週のラインナップ見てまいりましょう。ウィークリートピックスのコーナーでは、東急ストアオンラインショップのおすすめギフトの情報、渋谷ストリームエクセルホテル東急で楽しめる春のアフタヌーンティーと旬の食材を使った夜のハイティーの紹介、伊豆で開催されている第19回伊豆急全線ウォークのお知らせなど、注目の話題が満載です。フォーカスインのコーナーでは、先週お送りしました相鉄東急新横浜線の開業につきまして改めてお伝えいたします。109シネマズインフォのコーナーでは、今週も先週末の人気映画ランキングと今週のおすすめをお伝えしてまいります。さあ今日はどんな映画でしょうか。それでは参りましょう。ウィークリートーク。この番組は美しい時代へ、東急グループとご覧の各社の提供でお送りいたします。ウィークリートピックスのコーナーです。このコーナーは東急グループの最新情報をはじめ、毎週さまざまなホットトピックスをお届けしてまいります。まずはこちら、おすすめのギフト揃ってます。東急ストアはネットスーパーの他にオンラインショップを展開しており、呼子のケンサキイカやうなぎかば焼きなど産地直送の美味しいギフトを中心に、お中元やお歳暮などのイベントギフト、クリスマスケーキやおせちなどを東急ストア店舗にてお渡しする店頭お渡し商品の販売などを行っております。ただいま母の日ギフト、父の日ギフトを取り扱い中。花束やカーネーションだけでなく、フルーツやスイーツ、お花とのセットギフトなど、プレゼントに最適な商品を取り揃えております。日頃の感謝の気持ちとご一緒にいかがでしょうか。母の日ギフトには4月30日までのご注文で 10% 引きとなる特割商品もご用意されておりますので、ぜひご覧ください。その他にも食卓を彩るごちそう予約メニューもご用意しております。東急ストアでいろいろなギフトも注文できるんですね。皆さんも東急ストアオンラインショップをご利用になってみてはいかがでしょうか。続きましてはこちら、春の午後、贅沢なひとときを過ごしてみてはいかがですか。渋谷ストリームエクセルホテル東急では、バー&ダイニングトレントにて、トレントスプリングアフタヌーンティーと夜限定トワイライトハイティーをお楽しみいただけます。アフタヌーンティーでは春をテーマに、彩り鮮やかな厳選した旬のフルーツを使ったプティフールや、素材本来の旨味を引き出したセーボリーをご用意します。プティフールではいちごの甘酸っぱさとココナッツの風味が口いっぱいに広がるいちご豆乳プリンや、オレンジやみかんのさっぱり感が味わえる柑橘ロールなどをご用意。セーボリーではジューシーな富士高原鶏とそら豆のサラダ、贅沢にキャビアを乗せたパンケーキ風のブリニなどが並びます。トワイライトハイティーでは、非日常空間でお酒と楽しむをテーマに、そら豆のホクホク食感が楽しめるキッシュや、タケノコの食感を楽しめるフリットなど、食材にこだわりバラエティに富んだフィンガーフードの数々を揃えました。アルコールやノンアルコールカクテルを含むフリードリンクとともに、あなただけのペアリングをご堪能いただけます。とても美味しそうですね。トレントのモダンな店内の雰囲気と彩り豊かな自慢の料理の数々をぜひお楽しみください。続きましてはこちら、今年も伊豆急行線を歩き倒しましょう。伊豆急行では来年3月31日までの期間、
第19回伊豆急全線ウォークを開催いたします。これは伊豆急行線の駅間に設定されたウォーキングコースを歩くと、官補賞として電車型のオリジナルピンバッジや集めたピンバッジを収められるコレクションボックスが手に入るという企画です。今回のオリジナルピンバッジには2022年にデビューした伊豆急3000系アロハ電車が初登場いたします。また今回の特別企画として、伊豆稲取駅から伊豆急下田駅までを複数回完歩するとオリジナルピンバッジ、コレクションボックスに加え、コレクションボックスをグレードアップできるベルベット仕立ての特別台紙をプレゼントいたします。通年開催となった今回、季節を変えてウォーキングをお楽しみいただきながら、コースを歩き切った達成感や思い出とともに、これらの完歩賞をお持ち帰りいただけます。伊豆の景色を楽しみながら歩くのも気持ちよさそうですね。期間が1年ありますので、何回かに分けて伊豆を訪れるのも楽しそうです。詳しくはこちらで検索してください。以上、ウィークリートピックスでした。 CM の後はフォーカスインです。続きましてはフォーカスインのコーナーです。このコーナーは東急グループのさまざまなサービスやイベント、取り組みなどに焦点を合わせ、詳しくお伝えする特集のコーナーです。今回は先週お送りしました相鉄東急新横浜線について改めてお伝えいたします。こちらご覧ください。相鉄線と東急線が一本につながった相鉄東急新横浜線、3月18日には新駅となる新横浜駅で初列車出発式が行われました。これから出発する一番列車は、心待ちにされていた皆様の思いとこれからの期待を乗せて、東京都心から埼玉方面まで走り抜けてほしいと思っております。これはゴールではなく、今日からが本当のスタートであります。相模鉄道様としっかり力を合わせて、安全安定輸送の確保に努め、お客様に末永く笑顔でご利用いただける、そういった鉄道を目指してまいります。駅長に花束が手渡されました。相鉄東急新横浜線、本日開業です。どうぞ。出発進行。相鉄東急新横浜線のポスターや動画も開業ムードを盛り上げます。相鉄線、東急線沿線の皆さん、新幹線にパッと乗り換えてお気軽にお越しください。2023年3月18日、東急線、相鉄線と新幹線が新横浜駅で直結。相鉄東急新横浜線開業。相鉄線、東急線から楽々乗り換えで新幹線に。ますます便利な相鉄線、東急線でお出かけください。この新路線は相鉄線羽沢横浜国大駅から新横浜駅、東急線新綱島駅、日吉駅をつなぐおよそ 10km の路線で、これにより新横浜と都心部のアクセスがぐんと向上しました。まずはそのメリットについて分かりやすくご説明いただきました。東急新横浜線の開業により、東急線沿線から新横浜駅へのアクセスがしやすくなりますので、東海道新幹線から中部関西方面へのお出かけが大変便利になります。例えば渋谷駅から新横浜駅まで最速で25分、
自由が丘駅から最速15分、乗り換えなしで行けるようになります。また新横浜駅には横浜アリーナや日産スタジアムなどのイベント施設が多数ありますので、イベントの際のお出かけもこれまで以上に便利になります。新横浜といえば、すでに JR と横浜市営地下鉄の駅がありましたが、新しくできる相鉄東急の新横浜駅はどこにあるのでしょうか。新駅は横浜市営地下鉄ブルーラインの真下に交差する位置で、地下4階にホームがございます。JR 新横浜駅への乗り換えは出口 5A か 5B をご利用いただくと、歩行者デッキを経由してスムーズにお乗り換えいただくことができます。日産スタジアムへは出口 5A と 5B が、横浜アリーナへはこちらの出口7が便利です。新しく開通した相鉄東急新横浜線、開業は今年3月ですが、昨年にはレール締結式や乗務員の習熟運転など、運行開始に向けて様々なステップを踏んできました。昨年7月にレール締結式を行い、11月から乗務員の習熟運転を実施いたしました。地域の皆様をはじめ多くの方にご協力をいただき、この度東急新横浜線を開業することができました。7車局14路線を結ぶ広大なネットワークが形成されることで利便性が高まる一方、鉄道会社としては複雑なオペレーションを求められる場面もございます。関係者一丸となり、開業に向けて様々な準備や訓練を重ねてまいりました。ちなみに東急線の新駅の開業は23年ぶり、新線の開業は実に39年ぶりとなります。この開業に伴って様々な記念グッズが発売されています。東急ストア中目黒本店でお話を伺いました。相鉄東急新横浜線を開業記念して、開業 PR ロゴを使用した記念商品を相鉄ローゼン、東急ストア、プレッセの各店舗で販売しています。商品は5種類ございまして、山崎ランチパックシューマイ風味、そしてこちらのキャラバンコーヒードリップコーヒー。ドリップコーヒーはコク豊かな味わいブレンドと香り豊かな爽やかブレンドの2種類です。上段にございます栗山米菓バカウケ、下段にございます札幌黒ラベル、そしてこちらの有明横浜ハーバーでございます。合わせて相模鉄道と当社では開業記念して相鉄東急新横浜線スタンプラリーを開催しております。相鉄ローゼン東急ストアの一部店舗ではスタンプ台設置店舗となっております。スタンプラリーを楽しみいただきながら、ぜひ開業記念商品をご購入ください。渋谷から新横浜まで乗り換えなしで最速25分で行ける新横浜線、最後に沿線にお住まいの皆さんにメッセージをいただきました。沿線の皆さん、ぜひ東急新横浜線をご利用して中部関西方面へのお出かけや新横浜駅で行われるイベントにも足を運んでいただけたらと思います。他方面へ乗り換えなしでつながることの便利さを多くの皆様に実感してもらえると嬉しいです。私たちが新幹線を利用するときはもちろん、関西山陽方面からいらっしゃって相鉄線東急線を利用される方にとってもぐっと便利になりましたね。新しくできた駅もありますし、今後の沿線の発展が楽しみです。以上、フォーカスインのコーナーでした。続きましては109シネマズインフォのコーナーです。こちらをご覧ください。
109シネマズの最新情報をお届けする109シネマズインフォ。先週末の人気映画ランキングはご覧の通りです。映画を見るならお近くの109シネマズへ。以上、109シネマズインフォのコーナーでした。ウィークリートークいかがでしたでしょうか。次回も東急グループのさまざまな情報についてお伝えしてまいります。それでは今日はこの辺で、来週もウィークリートークでお会いしましょう。この番組は美しい時代へ、東急グループとご覧の各社の提供でお送りいたしました。